おはようございます。おはようございます。本日は愛知県刈谷市お宅訪問みたいになったに来てまいりました。はい、ちょっとこの格好がちょっと慣れないから、ここマンションやってるからね、ちょっと見ていこうかなと思います。じゃ早速ちょっと今日職人がいるんで見ていきましょう。はい、おーそれこちらね。今日は何やってるんですか？今日はのき天、教育ののき天を取り上げてやってます。この格好を見てどうですか？あ、はい、かっこいい。まあじゃあ本日はのき天の塗装ですね。はい、まあとりあえず長襟やるんだ。はい、そうです。あ、まあそうだな。足場からやれないもんね。普通の戸建てとまた違うんだね、マンションの中は。はい、うん、まあ、この格好で真剣な話するのもちょっとおかしいちょっとなんかね、違和感が。ちょっと今日からちょっとカメラマンアシスタント入ったから。あ、はい、はい、自己紹介お願いします。モリリンです。モリリンです。モリリンです。お願いします。天の声どんどん入れてくる。はい、ちょこちょこ。これ天パも全部売って。はい、そうです、ね。大変だな。はい、まあ、そういうところに金ローラーで2回塗るんだもんね。あ、はい、そうです。あ、これ大変だな。抜き点はまあ一応下地原理用ということで、はい、でこれはもう全部ハケで拾ってんだ。あ、はい、そうです。これが、ね、はい、キャラツ持ってきて、はい、行ってんだな。水性エコファイン、はい、塗料は、はい、水性剤だ。そうですね、マンションも余計うるさいしな。そうです、壁も水性使ってるんだ。あ、匂い出るしな。はい、確かにそう。せっかくこんな格好しようよ、ハギっとんだけど。まあちょっとじゃあ、ちょっと、まあ仕事風景と、まあ、まあ、俺が映ってるとちょっと絵的におかしいからね。俺が映ってるとなんかせっかく一生懸命仕事を映してるのに、いやいやいや、この格好が入っちゃうと基本仕事ですから仕事でその格好をやってます。確かに確かに、まあ、はい、社長はいいなと思うよ。この格好者こっち金もらってんだなって言って恥ずかしいやろ、ね、結構そのあの何ミリなの？これはあのラムって言ってスタミリで使う。あー、ローラーで。そうですね、やってんだ。うーん、逆にそっちの方がいいんだ。はい、塗りやすい、そっちの方が。はい、こっち行く？いいよいいよ、行って行って、やんないって。これは養生して、もう絶対かからないようにするよね。はい、もちろんこれ下もね、これ全部養生しとるし、で、まあ、まあ使いようにね、これも全部養生だよね、うん、養生の一種。これ扉もこれも全部これも養生ですよね。おー、うん、これも絶対に塗料が使うよね、うん、これマスキングテープだけど、まあ、これ自分でもやれるよね。だから自分で結局一般の人って養生が下手なんで塗装できない。塗るの自体はそのあれ、うん、でこの養生さえしっかりしとけば、もう下もそうですけど、これ緑色のもこれ全部養生なんで。なるほど。ノースリップってこれ滑んないですよ、これは、うんうん、こっちは水分滑っちゃう。あ、なるほど。人が歩くところは緑で滑らないようにするっていうのが、まあ、コツだな。はい、はい、コツはあるの？これ塗りてくる。あー、そうですね。いや、僕はあの特にコツはありません。ひたすら塗るだけです。はい、まあ、2発塗るしね。はい、まあ、ルーム使って、まあ、塗り残しはないように潰しておくけど、2発塗るとね、またやっつけるでしょ。あれ、お前、またこっち来る？あ、はい。まあ、結構今年もかかるわな。そうですね、ワンフロアどれくらいかかる？ワンフロア、乗ってんのか。乗ってんだけだと15メーターぐらいですか？どれくらいかかる？
でも、あの、軒だけです。軒だけは多分、ワンフロア3、4分ぐらい。もう行っちゃう。はい、もうしゃべりかけんときは。もうしゃべりかけてるので30分ぐらい経っとるからね、これね。でもその流れで器用に塗るな。あ、いや。結構大変だろう。いや、僕は結構大変です。あ、そう。はい。体にごっついしな。自分には作業までやったんけど、あそこで格子もこれ全部外してんのね、これね、これ塗るときにこれビスの跡があるで、ああそうですね、あっこれに全部置いてあるんだね、はい、足場に、はい、これかけてね、はい、これで全部外して結局まあ塗ってるってことだよね。いいぞ、やつ喋りながら手止めていいで、もう全部お前ら外したの、はい、あ、やっぱシーリング班が、はい、そうですね、足場の後にシーリング班が入るんで、シーリング班がこれ全部外して、この全部この白い部分はもうこれ全部シール打ってるんで今、うんうん、結局ここから雨漏れしちゃうんで、これだけをやってくれて、でそこから塗装班が入ってくるって感じだ、はい、そうです、うん、この加工で入ってきたら超人気だったので、わー社長びっくりしたーと思った。まあここまでやるんでチャンネル登録お願いしますね。みんな見てるだけでなかなかチャンネル登録してくれない。見られてるのはすげえ見られてるんだわ。なかなかチャンネル登録してくれないな。これ塗ってる時は。うん、何を考えながら塗ってるんですか。何考えながら塗ってる。あの手羽虫何かな。いや、塗り残しがないように。本当かお前。はい、本当に考えてる。本当に考えてる。お客さんを喜ばしたいな。すごい素晴らしい。職人の鏡ですね。職人の鏡ですね。それも意図じゃなかったのね。いや、本当かな。まあ、大変な。もうこれ何日入ってるの？現場。今日で29人くぐらい。何日？ね、もう10日ぐらい。10日行ってないか。10日も行ってないと思います。結構肉稼いながらやってるんだな、お前偉い。あ、そうです。予算があるんだよね。肉っていうのは、工数だね。基本的にね、何人でここ塗るかっていうのが、まあ、大体、まあ、職人にも、まあ、予算みたいなのも出されとるんで、まあ、ちんたらやっとったらダメだったんだな、はい、でそれきちっと責任持ってやれる子たちがやっぱ現場の会って任されてんだよな、うん、YouTube にもいっぱい出れるんだよな、みんな嫌がYouTube 出るのはまあまあ嫌がってますみんなYouTube 出るのはじゃあお気をつかりお疲れ様です。まあ、ロキやってます。これ何も容赦しないよ、アリティ。あ、すぐあのベトコン引きます。これノンスリップ払うとかあるんじゃないの。あの、養生した時、雨降ったばっかで乾いてなくて貼れなかったんですよ、うん、あ、こういう感じでね、普段はこうやって全部やってやるな。はい、こう乾いてたんですけど、ちょこちょこ歩いたりしとるうちに付いちゃうもんな。そうですね、お客さんもの足について付いちゃうとかな。はい、そういうのもあるもんな、はい、今何やってるの。ロキです。お前向き、はい、お前はこの階段の向きやってる。そうですね。でもこれなんか気をつけてよ、階段。そうですね、階段に、ね、なんかカメラマンさん今日から来たから。あ、そうですね。あの名前聞いてるから。モリンです。はい、はいって言われはいって言われましたモリリン。お前叩きやすいわ。ヘルメットだもんちょうどいいね。いい音してるな。そうですね、頭となかなか思いっきり叩きやすい。確かに絵的にいいわ。絵的にこれ階段全部養生して。はい、何歳だ。はい、17歳です。17歳、すごいでしょ。すごい。もう1、2年目なのか。もっとるか。いや、年数で言ったら今年で2年目ぐらい。2年目か、はい、そうだな。もう結構ようやるもんな。ありがとうございます。もう未来のホープだな。ホープどころか、なんか未来の社長ぐらいだって。
噂出てるわけ、怒られちゃう、それは俺が怒るよ。はい、これちょっと YouTube これいっぱいつくかもしれない。何つくよ俺。叩きすぎですよ、叩きすぎだよこいつって。仕事してるやつが邪魔すんだって。まあね、僕ら仕事するのも仕事だけどね、やっぱいい仕事をいろんな人に見せるっていうのも仕事だから、いいよ、手止めていいよ。あ、ちょこちょこ質問とかこれで、はい、最初そうだったけど、うわーってやりだしたね。あ、それなりにカチオンで補修してんだぜ。それ全部補修してるね。僕たちはやってないんですけど。あ、補修屋が先に入ってんだわ。多分そうです。で、塗装班が入る前に全部補修してるな。はい。あ、綺麗に直してあるじゃん。結局こういう、これ映るかな。こういうところ。これあのネズミのところ、これ全部補修してんだ。コンクリートっていうかモルタル、要はもう爆裂してるところとか全部直しててくれてるんだよ、足、はい、うん、結構あちこち補修してた。あ、綺麗になったの。そうですね、シラーがやってたから、まあ、シラーの補修もやるもんで、あ、一回やってるか、もうあんまり大々的にあるんだったら補修屋さんに入ってもらって。あ、どう行く、はい、すいません、先生出てる。なんで恥ずかしい。先生緊張しちゃいますね。もう緊張しちゃいますね。お前トライチこれ。いや違います。違う、これ白ロース。白ロース、トライチ。何の程度だよこれ。いいやつじゃない。よくねえよ別に。この長さないだろ。ハイブランドですね。まあ普通はこっちだもんね、はい、普通の長さは、まあ、普通っていうか今はこれだよね。そうですね。まあ俺クラスになるとこれだよね。大体。もうこれきついやつね。いやもうなんか中学生のヤンキーみたいな感じ。中学生のヤンキーか、ほんとにあの、乗馬。乗馬の人。これいいよな、なんか。中学生の子履いてねえんだ、これ。もうあの、ネットで買ったもんね。作業着は2件ぐらい回ったけど、売ってなかった。で、これ短いやつね。これはどうしたんですか。これはアマゾン。ちょっと ラーメンが入ってたもんね。ちょっと恥ずかしいけど。1200円でした。これが一番高かったじゃないか。結構しました。結構したよこれ。これは青木スーパーじゃなくて、現在その辺のスーパーで買った。なんか、グンズ。長いだろ、この入り立ち。みんなの思う。お、ローラーで。まあ、そこ届くんだ。はい。まあ、軒天ばっかだな、今日は。そうですね、今日は軒天の塗装についてなんてつまんないタイトルになっちゃうな。じゃあそれではちょっとグズグズな軒天動画でしたけどな。はい、まあ、じゃあちょっとこう、じゃあまた見てね、行こうか。また見てね、まあ、お前。これ格好動画。これ格好動画。はい、めちゃくちゃ似合ってます。じゃあ、軒天は長屋がいいよっていうことでした。せーの、また見て ね、 また見てね。久々に YouTube 撮られたから。そうですね。恥ずかしい。恥ずかしいです。この子見てマジビビった。よしよし。